高橋明氏は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。大友氏の家臣。文母国大友氏の初流一万田氏の一族、一万田地下死体の次男で近金の弟と言われる。はじめは一万田地下宗を名乗る。大倉党の畜後高橋氏を継承し、主君、大友義明の変期と高橋氏の通事により、高橋明氏に改名。 この継承の時期については、諸説ありはっきりしないが、天文年間であることは確実である。吉明から家督を継いだ吉重は、天文22年正月、一万田明将、宗方明久、服部雄教之助の討伐を命じた。大友の老中、吉岡長蔵たちは反対していたが、吉重は命令を強行させている。これにより一万家当主である兄 弟、秋久、追いたちを殺された。大友義重の弟、晴れが、大内氏の家督を継ぐことになると、橋爪明美と共に議長に付き従って、大内家に入れ部業人となった。しかし議長は、工事3年に、毛利元成に責められ人外させられてしまう。干渉は議長に使者として、文後に送られていたため無事であったようである。その後、 大友氏に帰参した。関主は武勇に優れた人物であり、工事2年の小原明元の反乱で、総林も避難するほどの大乱が勃発した際、激戦であったが、関主は関元がこもる城に火を放つことに成功して、勝利のもとを作る大功を成した。翌年7月の秋月文史を討伐も、功を挙げた。さらに、永禄三年に、 大友氏が伊予西恩寺氏を討伐した際、西恩寺家臣の土意気四を打ち取ったのも干守だと言われている。これらの功により英六元年頃、二千長の大力を与えられ、法満上徳となり、九州最高の行政機関が財布を管理、支配することになった。また市場として岩屋城を築いた。筑前国守五代に任命されたとも言われる。英六四年、 第四次文字城の戦いに出陣したが、大友方は敗れた。翌永六五年七月、毛利氏の誘いを受けて、毛利に願返った。原因は不明であるが、兄、勘将が反逆の角で殺されたこと、さらに美人と評判の兄の妻を総侶が愛称としたことで、総侶を恨んだとも、総侶から大内義長を助けるために、大毛利攻めのために諸豪族の調略を命じられ、 この下準備に奔走していたにもかかわらず、両家が急に和睦してしまったために、調略活動が水泡に返し、面目を失ってしまったためとも伝わる。菅守を味方にしたことに、毛利龍元は大喜びした。菅守は、無前国の河原武城の譲渡を求めたが、毛利家臣の杉連長が所有しており、毛利元なり、龍元親子は、河原武城を菅守に渡すと、 次連長が大友に行ってしまうかもしれないと言って二人を継続して味方させることに頭を悩ませている。また監守は、もう年家が、畜前一国を手にした際にはそのうち六軍の、活上することを要求し、毛利親子はこれを了承している。監守は、表だっては、謀反は起こさず水面下で、胸型指定や飽きずきたネざネ、毛利家臣らと吉見を結んでいた。 A69 年、監守に、無本の志ありと次々に、大友氏に報告が入った。当初、総林は、近年監守が、いろいろと勝手なことをしていると聞いているけれども、中節無比の人なのでと言って、噂を信じていなかった。総林は、キラ棒を使わし監守を質問したが、監守は何も答えずキラを追い返した。無本が確実であることを知った総林は、 大切に育んでやったのにと悔しがっている。討伐隊が来ることを察すると、秋月種種、龍造寺高信を誘い大友氏に反旗を翻した。秋月種種種は、A60 年4月上旬に挙兵、高信は6月か7月に挙兵している。これに合わせ毛利氏も、胸方指定、筑紫おもんみもん、あきらも門、原田高種、親父親子を呼応させ、 大友氏に放棄させた。A60 年7月、総林和と時間連絡を指揮官とした討伐軍を派遣。この軍の主兵力として、文後国の旧毛氏、吉岡氏、文後斎藤氏、筑後国の鎌地氏、田尻氏、溝口氏、三池氏、池氏門中女子、そして、官主の老い、官民を中心とする一万田島でもが加わっていた。A62 年に、 天子義久の家臣、山中高生が、出雲国に攻め込んだために、毛利軍は、九州から撤退してしまう。そのため、後ろ盾を失った、菅守は、身体極まり大友義重に振るが、高橋家の家徳を剥奪されてしまう。その後、菅守は、小倉城主となる。当主を失った、筑後高橋氏は断絶の危機を迎えるが、義弘ヒロ陳により、 病跡が継がれ存続した。干守は天正六年に耳川の戦いで大友氏が衰退すると秋月氏より養子、元種を迎えた。翌七年には無前美の島城にて毛利氏に反旗を翻した杉重義を討ち取った。その他、大友方の千祖官元の守る河原竹城を攻め落とし養子、元種を城主として廃し、続く、 馬ヶ岳城の長野重勝を下し、秋月種真の弟、長野種信を入れて、長野市を継がせるなどしたが、同年4月24日に小倉城にて病死した。北九州市市による、大友家文書録や、伊藤図文書や、先鉄総林一館299号によると、天文22年1月4日、干渉と、宗方昭久と、 服部右京之助のとともに野心を持って、謀反をくわてた、僧麟から成敗された。この続説の出典は、竜蔵寺や、鍋島家からの視点で編集した、北越戦記の語記、あるいは、僧麟を中傷する目的の創作の可能性がある。大友家関連の資料や、大友後輩記、大友記などには、このような記述はなく、滝田学の、造補訂正変年、 大友史料や毛利年資料、宇田毛利へ文書、陰徳太平記によると、総林はおじ、服部ト京之助の嫁を奪い、彼女に生まれた子は、毛利秀法の嫁、毛利りませや。フロイス日本史によると、ナタ夫人は、大友総林の親戚、先夫との一人娘が、滋賀家に嫁ぐ、総林との娘は、毛利りませや。豊津町史、 第四編中世第四小戦国時代の武前国に、大友氏と毛利氏の衝突大友方、高橋明氏の離反 A65 年7月16日、毛利隆元、毛利元成連勝上市川京吉ら宛 A65 年7月16日、毛利隆元、毛利元成連勝上市川京吉ら宛 A69 年11月24日、大友総麟書上、門中女陳伝宛,宛門中女文書。 ありがとうございます。